はい、どうもカリエです。ワドマギコラボの、エリアのダンジョンの、討伐していきたいと思います。反逆の物語エリア1ですね。神級やっていきたいと思います。パーティーは、アルマドパーティーとリヴァイ兵長、再生したリヴァイ兵長のパーティーで来てみました。中身はワドマギコラボです。いきます。まあ、でもそんなに強くないと思うんだけど、ここはなんかこの3体なんですね。くるみ割りの魔女の手下1、今日めっちゃ滑舌悪いですね、いつもですけど。これが3体出てきましたのでやっていきたいと思います。でもまあアクティブスキルだけでざっくりいけそうな感じだけどな。せっかくため出してやってみるかな。はい、ティオフィナーレ。おお、耐えるんかい。あー、なるほどね。じゃあ、あとは、私の最高の友達で。せい。アクティブスキルだけでやっちゃった。まあ、こんな時もあるよ。というわけなんで、兵長何もしなかったね。今回。はい、ということで、次のダンジョンに行きましょう。はい、続きまして、反逆の物語エリア2の方行きたいと思います。パーティーはまあ、すごい、なんかちょっと遊び入ってるんですけど、マリカパーティーで来てみました。マリカ、ジェノサイダー、ドロシー、ホムラで、フレンド3人モルドレッドを連れてきております。いきましょう。マリカはまあリーダースキルは人間族の攻撃力3倍なんで、まあ一応全員人間で揃えてきました。なんだこれ、歯か。歯から歯が生えてますね。なるほど。じゃあいきましょう。まずオールレスダークで、もう手が一発で決めちゃいますね。刺さったね。ダンジョン5のところまで行きたいので、でトリガーハッピー使って、闇属性が与えるダメージが 2.5 倍になります。ちなみにジェノサイダー全然レベル上がってないので、そんなに火力ないと思います。そしたら4枚ぐらいブーストに入れちゃうか。いきますね。お、はい、多分これで決まったかな。まあでもこんなもんか。はい、全然こんなパーティーでも余裕ですね。神級は OK でございます。じゃあ次行きましょう。次はエリア3ですね。はい、じゃあ次反逆の物語エリア3行きたいと思います。光コラボパーティーで行きますね。また歯かよ。なんか乗ってるしね。こんないたか。まあ虫歯みたいなやつだな。また歯から歯が生えてるね。いきまーす。はい、こんな感じで。どうでしょう。意外と勝手な頑丈な歯な。頑丈な歯だな。あらー。一撃じゃなかったのと。じゃあこれでどうだ。 OK。 なんか今回無属性多いな。前回も確か、前回というかこれの前もハーだったけど無属性だったよね。はい、あとじゃあ2つかな。1つはまあこれぐらいの感じの強さの、神級と、あともう一つ最後は、降臨並みの強さの、ダンジョンが待っているそうです。じゃあ次行きましょう。はい、続きまして反逆の物語エリア4、神級の方です。やっていきましょう。今回は炎魔物パーティーでちょっとやってみます。はい、マクベスいいよね。やっぱりシフト2でもやっぱり今でもやっぱリーダー格で全然活躍できる感じだからな。てかなんだこの鳥。こんな鳥いたっけかな、劇場の中に。はい、やっていきます。結構ね、4パネ攻撃が強いパーティーかな。まあ、アザエルはちょっと違うけど、あと、ヒメズルがね、フルライフアタック200っていうのがあって、最大ヒットポイント時が、ヒットポイント最大の時が自分の攻撃力2倍になるからね、これ結構使える。はい、4枚でいきましょうか。で、魔物族ユニットのエンハンス。強化を持ってるのでやってみましょう。でもあんまり意味ないけど、レフト3ファイヤーも使っていこう。
オッケー、まあ、4枚組む感じでいいでしょう。いきまーす。おっ、まあまあどんなもんでしたろう。半分ぐらいか。おお、さすがでもやっぱシフト2って感じだな。なんかこんなもんなんだやっぱり。最近シフト3以上のものに慣れすぎてしまって、攻撃力がなんか中途半端に感じるな。とりあえず火を貯めて、しかも今の魔物エンハンスも入ってたからね、まあ、ブーストはなかったけど、いきまーす。さあどうでしょう。よいしょー、危ねえ。はい、ゲットでございます。ありがとうございます。まあ一応ね、どこで取ったっけな、中級ぐらいで確かねこのユニット取れたので、まあ初見ではないんですけども、鳥だくるみ割りに、くるみ割りの魔女の手下4ですね。まあでも闇族魔物ユニットのシフト2か。一旦の間で敵から受けるダメージは 100% 減らす。いいですね。で、3パネで大ダメージと2までの全種類トラップを回避できますね。なるほど。はい、というわけなんで。次はね、反逆の物語エリア5かなが、結構請求並みの、ダンジョンらしいので、ちょっと気合い入れていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。はい、続きまして反逆の物語エリア5神級です。ここはまあ他の1から4までのダンジョンと違って、ほぼ請求並みのボスが出てきます。はい、だから結構なガチパで今回は来てみました。でちょっとあんまりパターン見てないんですけども、進化後だけが一応先制攻撃あるのかな。はい、今回進化しますということなんで、やっていきましょう。でがっつり結構ねエンハンスとかも持ってきたので、でまだちょっとねどうもねこのパーティーだとスキルダメがなかなかやりづらくってさ、だからまあある程度スキルじゃなくてごめんなさい、SP を残しつつね、ちょっとある程度貯めてきたんですけども、進化前でも一応なんかなんとか貯めれそうなので、ちょっと進化前のところである程度ちょっとスキルダメをしようかなと思っております。ちょっとだけ食らわせつつね、はい、こんなぐらいのペースでちょっとやっていこうかなと思います。だからちょっと、いやでも意外とダメージくるな。やっぱ多少はちょっと食らわしながら結構な回復をしていかないとちょっと難しそうですね。ここはちょっと変異パネル邪魔だから、ある程度食らわしつつ、ちょっと2枚じゃちょっと足りねえな、やばいね。OKOK 1枚だけ残しとこう。 OK、 でも一応モルドレット以外はみんな溜まりましたね。どうしようかな、モルドレットも溜めようかな。16ターンだろ、結構きついなまあでもある程度ちょっと溜めながらやろうかな。進化前はそんなにパターンないのかな、ちゃんと見てなかったな。結構でも彼ね、かなりあの少量のダメージでも減っていってますね、ダメージね。これぐらいで僕らあるなら200万ぐらいやもんな。あ、ランダムブレイクしてきた。そんなに食らってないね。
あと12か、結構きついな。さすがに12ターンあったら倒しちゃうな。ちょっとできるだけ攻撃控えつつ、やっぱハートパネルで攻撃するやつがパーティーにいちゃうとね、スキルダメはなかなかしんどいね。よしよし、いいよ。OK、 いい感じで回復。あと8ターンいけそうだな、意外といけそうだな。さあ、ちょっとやばいね。やばいな。回復したい。おお、ありがとう。すんげえありがとう。4枚にしとこうか。4枚回復で結構な十分な回復だからね。モルドまだか、あと5ターン。あ、行っちゃった。まあでもギリギリでも進化後でももうちょっとダメージ与えるから、まあ全然大丈夫だと思うんですけど。おし、いいランダムブレイクだ。あと3ターン。そろそろ闇パネル貯めつつ倒す体勢に入ろうかな。いいよ。そしたら、倒そう。これで多分死ぬから闇パネルがっつり貯めましょう。あと回復しないとやばいか。先制攻撃来んのもんな。じゃあブーストに置かないでおこうかな。どうしよう。OKOK。 で、あとまああと1ターンぐらいで、モルドも溜まるので、ここ先制攻撃は普通に耐えれるでしょ。いけるね。 OK。 だから、ある程度攻撃しましょう。あ、もう溜まってるわ。 OKOK。 ちょっとだけダメージ与えておこうかな。ちょっとじゃねえな、これ結構いいダメージ与えたんで。あれ、結構体力あるな。いくつあるんだこれ。ランダムブレイクか。あー、くそ、ハートにした意味あったわ。よかった。よしよし。でもやっぱすげえダメージだな。もうちょっと食らわそうかな。60% か 70% ぐらいまで食らわしたらガッツリエンハンス使ってみようかな。まだもうちょっと。めっちゃ回復くるな。はい。でもそんなに悪くないですね。いけそうだな。あー、でも結構食らう。まずいな。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。ハートブレイクランダム。あー、どうしようかな。もうここで使いたいな。いや、でももうちょい我慢しようか。減らすか、頑張って。4枚ここに入れて回復パネルもガンガン入れていきたいと思います。お、オッケー。ここで今 80% ぐらいかな。うん、回復パネルがないな。あ、攻め時だな。まあ本当はモルドで闇パネルに変換もできたけど、でもランダムブレイクか。はあ、よし、もうちょっとじゃあ回復しよう。あ、いいかもね。これでいこうか。ブーストあるけど、まあ関係ないけど、
攻めてみるか。あーでももうちょっと減らすか。なんかな、もっとないな、心もとないな。もうちょっと減らします。がっつり減らしただいぶいいコンボだな。これエンハンスの時に行ったら気持ちいいだろうな。50敗いったら多分パターン変わるでしょ。まだこれぐらいでちょっと決めていくか。おお、アタックブレイクされちゃった。そうかそうか。このアタックブレイクが切れた時にやるか。じゃあエンハンス連続でしていくの。なんかランダムなのかな、パターン。ある程度10万ぐらい体力残してたらいけそうな感じだな。何回アタックブレイクしていくんだよじゃあじゃあそろそろ攻めたいので、あんまり回復に気を寄せるとあれから、ホムラのその必要はないよ。一旦の間敵かかる系ダメージを 100% 減らします。ここで回復とかも全く気にせずに、あ、これでいこう。よしよし、これで決めましたので攻めたいと思います。まずは、ギルティマインドで、30% 減らして槍から3枚が闇パネルになる。まあここは関係ないけど、まあ、とりあえず割合ダメージこっちも与えておきましょう。いいよ、125万ぐらい今のでいいですね。もう半分以上減ってるから、ここからもう多分パターン変わってると思うんですよね。はい、じゃあここからあと3体のバビロンブースト2全員が、1.5 倍のエンハンスと全部ブースト、闇属性の闇ユニットが与えるダメージが 2.0 倍、ストロングダーク2でフォーリング、一旦の間敵全体が受ける 闇属性ダメージが 2.0 倍。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どうしようかな。2枚ずつ置いて、回復パネル2枚も入れていく感じでいきましょう。いきまーす。ほはい、ちょっと中途半端だったけどいけるかな。おお、いいダメージいいダメージ。おお、600枚いってたかな。オッケー、余裕です。あれ落ちね落ちなかったあー、なるほど、70もスタミナ消費させたのに確実に落ちるわけじゃないんだね。了解です。ちょっとまた取りに行くか。よし、やっと落ちた。いやーこいつ強えな。最初のさっきのさ闇パーティーで行った時よりは、さっきの闇パーティー行った時はなんかね結構普通に行けたんだけど、その後何回かやり直してすっげーしんどかったですこいつ他のパーティーだとしんどいなこれ。翡翠か、もともとめっちゃエンハンス持ってるやつじゃないと結構厳しいですね。かなりきつい。何回やり直したかはい、ということで、くるみ割りの魔女5になるのかな。あ、くるみ割りの魔女になるのねあ、そっか、今まで手下だったもんね。そっかそっか。やっと取れたな。というか魔物族ユニットのヒットポイント2倍、攻撃が 2.5 倍か。でアクティブスキルが味方のヒットポイントが1になり、敵全体攻撃力100倍の闇属性攻撃。あー、アーサーの 闇バージョン的な感じか。あれ、ノーマルスキル2かパッシブスキルないんだ。これもしかしたら進化したらなんか出てくるってことかな。ちょっと詳細見ますか。
はい、一応ね、ちょっと攻略のデータを探してたんですけど、くるみ割りの魔女の、データがちょっとね、どこにも見当たらなかったんで、もう実際に自分で進化させて、ステータス確認しようかなと思います。うん、これですね。自己完結、あ、これ先制攻撃でやってきたやつだね。2倍と 2.5 倍、ここ変わらないね。アクティブスキルとリーダースキルは特に進化前と変わらずで、あ、増えた増えた。2パネで中ダメージ、闇2枚ハート1枚、無2枚で、単体に超特大と、さらに敵単体に攻撃力の40倍の闇属性攻撃か。あー、難しいな難しいけど、まあ、うん、まだ単純っちゃ単純か。闇2枚ムー2枚だから、まあギルガメッシュとかヘリバイ兵長とかと、まあ相性はいいかもしれないですね。なるほどね。はい、ということなんで、今回、マドマギのダンジョン全部やっていきました。ちょっと最後だけ、ね、結構ね、あのカットはしてると思うんですけども、めっちゃ疲れました思った以上に強かったね。結構あのパターンがランダムだったのかな、結構5、6万ぐらいの攻撃が連続で来たりとかするので、何回か負けちゃったんですけども、まあなんとかクリアということでできました。はい、ということなんで、今回ご視聴ありがとうございました。マドマギのコラボダンジョンの動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。失礼します。カリエでした。バイバイ。はい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 、ゲリラボス出てきましたすいません、マイク外してました全然出ねえからさ、果てな、果てなところに出てきましたね。一瞬このダンジョン諦めようかなと思ってたし、人魚のなんだっけ、詳細がみたい、はい、人魚の魔女ですね。反逆バージョンです。はい、これ一応星6なんですけど、やっていきましょうか。相手一応水属性かな、こんなもんでどうでしたろう。あ、いけるね。今上級で出てきたんで、まあそんなに強くないってことかな。お、しかも一発ドロップです。ありがとうございます。あー、やっと出てきた。まあ、そんなにギリラボス探しに時間は使ってないけど、でも何週間したんでやっぱりちょっと疲れたな。じゃあ最後にステータス見ていきましょうかね。うん、人魚の魔女反逆で、実はこのギリラボス結構使えそうな感じなんですよね。味方の水属性ユニットまたは魔物属ユニットのヒットポイントが 2.5 倍、攻撃力が2倍になります。リーダースキルはかなりいい感じですよね。で、アクティブスキルでも、単体に攻撃力 ×30 倍の、水属性攻撃、さらに自分以外の味方のスキルを5ターン短縮する。普通にいいじゃん。リーダースキル、アクティブスキルね、全然使えそうな感じのユニットでございます。で、水パネル3枚で全体に特大と、水2と無1で、単体に特大ダメージか。めっちゃ強いじゃん。何これ。ただステータスはそんなに高くないのかな。攻撃力がそんなイマイチなのかもしれないですね。でもリーダー格でも全然使えそうですし、悪くないね。全然いい感じのニットじゃん。ゲリラボスにしては結構珍しいタイプですね。はい、ということなんで、多分これ一番最後になってるかな。マドマギのダンジョンの、動画はこれで以上となっております。はい、多分、あー、ごめんなさい、多分ダンジョン後の請求のところでもしかしたら俺忘れててお疲れ様ですとか言ってるかもしれないですけども、一応ゲリラボスも探しておきましたということで、これで終わりたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。失礼します。カリエでした。バイバイ。